こんにちは。今日は、ショービットですね。なかなかやっぱ後ろ足がまだこう乗れない、後ろ足乗せれないっていう方ってやっぱいらっしゃると思うんですよ。なので、今日は後ろ足どうやったらこう乗れるようになるのかっていうのをハウツーしていきたいと思います。はい。基本的なショービットの回し方だったり動かし方、板の動かし方っていうのは、以前、動画上げてるので、そちらの方を参考にしていただいて、今日は後ろ足を乗せるコツを、そこにポイントを絞ってハウツーしていきますのでよろしくお願いします。まずやっぱ後ろ足、そうですね、乗せるためには何がやっぱ一番大事なのかっていうと、いかに体の下で回せるかだと思うんですよ。はい。なのでやっぱその時の回し方が非常に大事になってくるかなと思うんですよ。大体そうですね、後ろ足乗らない方って多分こんな感じになるんじゃないかなと思うんですよね。ちょっと一回止まってやりますね。こんな感じで前に、自分の体より前にこう板が行っちゃうパターンあると思うので、やっぱそれをいかにこう体の下でこう回ってくれるようにこうテールをうまくこう回せるか、こんな感じで下で回るようにするにはどうやったらいいのかっていうところだと思うので、今日はそこをやっていきます。はい。下で、体の下で回すためにやっておきたい練習方法なんですけども、始めたての方って持ってないかもしれないんですけど、こうデッキだけ、板だけで一回回す練習やってみるのも非常にいい練習になると思います。はい。で、多分これ実際ウィールついた状態でやるよりも怖くないので、やりやすいかなと思います。やり方はショービットと一緒なんですけど、こんな感じで回していただいていいんですけど、この時にデッキ回した時になるべくこのテールの位置がこっち側にこう行かないように回す練習ですね、これは。はい。なるべくテールの位置が、前足ここに置いてたら、この前足を軸に回ってくれるように気持ち前にこうテールを送るイメージで回す。でそこのポイントだけ押さえていただくとかなりこう効果的な練習になります。こんな感じでいいんで、で今ちょっと前に出てましたけど、この何でしょう、自分の体の伸び縮み、今縮んでこう伸びる、今伸びた状態で、この縮んで伸びるっていうこの動作の中のどのタイミングで板を回すと体の下で回りやすいのかっていうのを確認しながらやっていくといいと思います。はい。これ今結構伸びた状態でやった感じですね。はい。で今度逆に何でしょう、こう伸びるもう瞬間からもう力強くやるとどうなるかっていうと、こんな感じですね。でこれを何回も繰り返してどうやったらこう簡単に回るのかなっていうのを確認しながら回す。で、慣れてきたらこう左足で板を止めるような、前足で止めるような、グーフィーの方もいるので、グーフィーの方は右足ですね。前足で回転を止める。こんな感じで
この練習ですね、これこうやって、これをひたすらやります。はい、前足で板の回転をちゃんとこう止めれるようになるまで、あとはテールの位置がちゃんとこっち側でこう回るようになるまで、決してこっち側にはいかないように意識して、取り組んでいただくと、まあ、実際にこうタイヤつけた状態でやっても安定感が全然違ってくるので、まあ家の中でもいいですし、まあ外でもいいので、まあ家の中だったらカーペットとかの上でやってもらった方が苦情も来ないと思うんで、はい、これはいい練習になると思います。こういう感じで前に出すイメージですね。はい、こんな感じでいいです。はい、これダメな例です。はい、何でしょうね、こう軸がこっちの足を軸にして回そうとするとやっぱこっち側に来ちゃうので、これだと難しいですね。タイヤついた状態のスケボーでやるのは難しくなるので、なるべくこっち側に行かないようにっていうのを意識して練習取り組んでみてください。こんな感じです。はい、まあウィールついてない、まあ、このデッキだけでやると、まあ、圧倒的に恐怖心がなくなりやすいので、まあ、この練習すごい効果的だと思いますので、まあ、ぜひやってみてください。まあ、さっき板だけでやって、まあ、このさっきの動き慣れてきたら、今度実際のスケートボードで同じことをやります。はい、まあ、タイヤがある分、まあ、ぐらつきますよね。なのでやっぱしっかりスタンス整えてあげて、でちょっとこう体やっぱ開いてあげた方が前に出しやすいですね。やっぱこう正面向いちゃうと自分も結構前に行きやすくなるので、その分板も前に飛びやすくなるんですよ。はい、まあ、止まってやるときもそうですし、進みながらやるときも一緒だと思っていいです。はい、まっすぐ向いちゃうと、まっすぐ向いた状態、このデッキと、まあ、肩が平行な状態ですね、でやると前に出やすいんですよ。でこんな感じになると思うんですよね。なのでなるべく体は開いた方がやりやすいです。危ない。はい、こんな感じです。でショービットは個人的には止まってやるよりも進みながらやった方がやりやすいです。練習しやすいと思います。止まってやるとやっぱ軸がテールに結構残りやすいので、だいたいこう前足の下で回したいんだけど、止まってやるとやっぱ後ろ側に軸残って、後ろを軸にこう回ってしまうので結構乗りづらくなるんですよね。止まって進んでやるとこんな感じですね。なんとなくわかります。ちょっと逆側から、危ない。はい、でこの時もその縮んで伸びる時のどのタイミングで板を前に送るかによって、何でしょう、回転の仕方が結構変わってくるのと、あと乗りやすさが変わってきます。なるべくある程度こう
自分の体が伸びた時に回すイメージでやってあげた方が回転はしやすいです。前足で板の回転を止めるっていうのは一緒です。これでも一緒です。進みながらやっても一緒。はい、こう構えて体こうちょっと開いてるんですよね。開いた状態でスタンス整えてあげて、本当この辺りで回すイメージですね。意識的にははい、ここで本当今いるこの場所の真下で板を回すというよりかは前に送るので、ちょっとこう前側にこの辺りにデッキがこう来るイメージ、こんな感じで来るイメージで回すといいです。はい、でしっかりこの時テールを前に遅れてしっかりこう遅れているとちゃんと回ってくれるので、でこの時にやっぱさっき言った通り後ろに行っちゃったりとかするようでしたら、やっぱ後ろ足を軸にして回しすぎてると思うので、まあ、より前足を軸にデッキを回すイメージでしっかりテールを前に送るようにしてあげると、まあ、前足キャッチ、前足で回転も止めやすくなると思いますので、そこを意識して取り組んでみてください。はい。まあ今日の、まあ、ポイントとしては、まあ、デッキだけの板だけのスケートボードで、まあ、回す練習をする。でその時にどのタイミングでテールを回すかっていうところですね、まあ、あとはこうどこを軸にして回すかっていうのをまあ意識していただいて、まあ、それをそのままこうタイヤウィールついた状態のスケボーでやるっていうのを意識しながらぜひトライしてみてください。はい、でまたまあ、今日は後ろ足が乗れないっていうところにフォーカスを当てて、まあ、ハウツーさせていただいたんですけど、またこう違う、なんでしょうね、まあ、前足が乗らないとか、どうしてもデッキが後ろに行っちゃうとか、やっぱそういったことがもしあるようでしたら、コメント欄の方にでも書き込んでください。はい。ちょっと随時、まあ、ショービットに関しては、動画作っていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。